忘れた花尾です。どうも、キムヤです。ビーツ。はい、ということで今回ですけども、今は現在3月の下旬、世間の学生の皆様は今はね、学校は休みなわけですよ。その時間を何かね、有効に使う手段を皆さんに提案できるんじゃないかと、そういう企画でございます。素晴らしい。名付けて、暇なお前らのために俺らが宿題考えてやるよ。いやいや、もう様々なイベントもね、軒並み中止になってますから軒並み、我々がね、皆さんこの期間でこういうことをやったら人生のためになるよというね、やってほしい宿題ランキングって感じですね。でということが、まあ、1位だけをもね、皆さんやってもらえたらいいかなということでね、やっていきたいと思います、はい、ということで、メイケットパシバーウィーズ。あ、3月の動画なのにやっちゃった。ハナーズイスペースネクス。オッケー。でも思いついた人からで、あ、はいはい、ある程度、はいはいはい、はい、公開したかった僕の推し、はい、バカデス全部読むです。大丈夫、あー、これは僕の推しなんですよ。これ何、これ何、これ、バカデスを読むと勉強のやる気が起きます。主人公が勉強するんですよ、やっぱり工夫して勉強して、ちゃんと自分自ら力を深めていく、その姿に感動、勉強します。僕これ、僕これ中2で出会ったわけで、僕感動しました。めっちゃめっちゃ、マジでマジでマジで、もちろんこれカレードスターで今必死。カレードスターがあればこの世はうまくいく。全人類カレードスターを同時に見ます。そうするとモチベが1人平均 8% 上がるんですよね。あ、平均 8%、 平均 8%。 始めていいですか。あの、リアルに英単語やってください。いや、リアルになってください。リアルに、あの、文系理系、あの、関係ないんで英単語。僕のマジパートは以上です。ありがとうございました。はいはいはい、あの、サスケの長野誠の完全制覇した時のセリフを覚えるっていうね。これがあって、これマジで覚えてほしくて、完全制覇した瞬間、ここには何もないっすよねって言ってる。さっき初めて言ってたもん。いや、でもほんまにでも、いや、でもほんまにでも、さっき思いついてたもんね。いや、思いついてない、思いついてない、マジで思ってるから、ほんまに。あー、花尾伝賀の動画10個見る。あ、それ大事。それはマジでやって大事。ちょっと花尾さん的に見てほしい動画言っといた方がいいんちゃう。推し動画上位1位、1位、こたつ、こたつに入って脱出する方法。2個目、バナナが話しかけてる。知ってます、皆さん知ってます。じゃあ、自分の好きな動画10個はコメント欄に書くようにしてください。で、それすると他の人がね、昔の動画見つけやすくなる。そうですね、そうですね。はいはいはい、やっぱ勉強と娯楽を両立したいと。ということでこちら、知るたびに東大の過去問を解くバイオ4。すげえ、もう企画やんこれ。次、いろいろ新生活あると思うんですけども、まずやってほしいのは、その実家から大学まで徒歩で一旦通ってみる。あー、だからその電車とかあり、なしです。なしね。やばすぎ、やばい、無理無理無理なスタイル、絶対無理すぎ、やばすぎ。400キロあるな。これで疲れたなと思ったら、まあ一人暮らしやし、行けるなって思ったら、まあ通いやなって。なるほどなるほど。俺でもこれほんまね、これね、やった方がいいと思うんだよ。洗濯やってほしい、お母さんの。だ、洗濯って、はい、めんどくさいね。め、結構めんどくさい。何やかんやって、すべての許可が家庭が一番大事じゃないかっていう説あるんですよ。ボタンとかも取れるんですよ、やっぱり。ボタンは取れる、マジで取れる。俺取れた時どうしていいか分からへん、今も。はい。玉止めは多分できんねん。今。あれは寸止めは寸止め。寸止めできない人かな、俺。それで言うと、あの、僕ちょっとやってみてほしいことがあるんですけど、ちょっと教えて。コンドームつけてみるってやつ。あー、でもこれでも意外と大事かもしれない。マジでこれ笑い、まあ視聴者の人多分笑うんやけど、一旦つけてみるっていう過程はやってた方が安心する。それで言うと、買ってみるっていうのも結構もう、あー、確かに、すごいね。実際日本の18歳以下の中絶率ってめちゃめちゃ高いよね。それを考えると結構ね、大事です。大事。18歳未満の方、これちょっとやった方がいいかもしれないですね、これ。大事。ピルもさ、日本人はなんか認識が間違ってるって、なんか、飲んでることを笑う人がいるみたいな。ピルクル飲むんやったらピル飲んだ方がいいもんね。ピルクルね。まあまあ、ヤクルトのことかな。じゃあ、ヒルルク飲む。やべ、壊れた壊れた。ヒルルクからピルクル。ヒルルクからピルクル。もうこれ、早く。ヒルルクからピルクルもらって、ピル飲むっていう。あ、だからそれちょっと、まあ、ヒュールクでも、医者やからピルくれそうやから。何番行く？選挙に行く。大事。まあまあまあ、え、あなた行きました？あなた、はい、今この中で選挙行った人。はいはい、答え、マジかよ。
ということでね、この中からまあまあなんかみんなビビッときたやつ1個書いてみてください。なるほどね。あ、ビビッときたやつ、ね、ビビッときたやつ、うん、ということなんですけど、はい、じゃあキムさんどうですか。え、ビビッときたやつですよね。はい、ビビッときたやつ、なんか自分で聞いててそれやりたいとかね。これです。ビビッとレッドページを見る。ちょっと待って、出てないもんな。こんなん出てないもんな。いやクイズオーナー1ミリも知らなくても適当に解説できるんじゃないかっていう。伊沢さんが本当に知らなくて適当に回答してたんで、はい、これを見れば伊沢さんにマウス取れます。なるほど、なるほど。僕はですね、一回死ぬたびにセンター解くバイオ4。あ、かぶった。あ、お前かぶった、かぶった、かぶった、お前らやりたいけど。俺はやりたくない。俺も別に今のこと、俺別にやりたくないけど、これはやってもいいんじゃないかな。まあこれと全く同じじゃなくてもいいよ、最終。そうっすね。だけどなんかこのゲーム感覚で問題を解くっていうね。そう、だってこれやろうと思ったらバイオフォーと赤穂両方がないですよ。間違いない。はい、じゃあ俺は電眼が言ってた、何言ったっけ俺、自宅の壁をそり立つ壁に改造する。いやいや、そんなこと言ってない。そんなこと言ってない。うわー、花火発達図書が4月上旬に発売されます。数学で悩みを解決、新感覚の本になっています。ネット予約始まってるので概要欄からチェックしてね。予約してね。予約してね。これでも何人かやれ、やれそうじゃん。やれる人いると思う。やってやれないことはない。階段をこれに変えるんですか。あ、自宅の階段はね、それでは掴みに変えるということで、一応ね、形上我々の中で決まった一つが、一回死ぬたびにセンター解くバイオハザード4。はい、ということで決まりました。マジで我々からの宿題、自分たちのエゴしか入ってない。バイオ4って言ったら4って意味ある。これもし、あの、これをやってくれるっていう人がいたら、はい、あの、YouTube に上がってたら、僕らにね、あの、URL 送ってくれたら、僕らがもう見て、はい、コメント欄で、丸ってやるんで。ということで、もう一個やらないといけないことがありましてですね。え、なんすか、なんすか。我々4人の中の、誰かちょっとやってもらいたいと、思うんですよ。ちなみに、プロフェッショナル。いや、まあ、それは、ノーマルぐらいでいいんじゃないですか。ノーマルぐらいでいいんじゃないですか。まあ、プロフェッショナルはマジでやばいから。じゃあ一旦ちょっとスンにやってもらおうかな。マジかー。一旦ちょっとスンにやってもらおうかな。はい、OK。っていうのを経てね、今日の動画をね、終わりたいと思います。皆さんね、残りのね、多分4月から多分学校始まると思う。さすがに、確か。そうですね。で、我々からね、ぜひね、その時間を無駄にしてほしくないというね、うん、何か絶対ね、意味ある時間にしてほしいというね、メッセージを込めて今日の動画を終わりたいと思います。ということで、以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。